皆さんこんにちは。立憲民主党の豊中の松井博文でございます。本日はこの曽根の駅周辺の皆様には毎年会まして大変お騒がせをいたしておりますけど、どうか少しの間ご容赦いただきましてよろしくお願いをいたします。今日はこの豊中市内福山哲郎立憲民主党幹事長とともに、そして仲間の皆さんとともに凱旋活動を行っております。今宮城議員から話がございました。私たちが訴えないことはただ一つ、自民党総裁選挙よりもまずはコロナ対策、国民の皆さんの命と暮らしを守ること、これ以上大切なことはありません。今少しずつコロナ感染者の数が減ってきてはいますが、まだまだ予断を許すそんな状況ではない。安倍菅この10年ほど続いてきた政権、行き過ぎた昨年分で非常にありがとうございます、ありがとうございます、いろんなところに傷が残っています。皆さんもご承知の通り、大阪では公立の病院の統廃合が進み、ベッドの数が減り、そしてありがとうございます、保健所の数も同じように減った、そういったありがとうございます、そういったいかにも発言することがまさに正しいかのような、そういった風潮が蔓延しています。しかし皆さん、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は大阪府コロナ関連で亡くなられた人の数一番多いわけであります。一昨日の数字でした。2942名、東京は人口が 1.5 倍ありますが2853名、100人近く大阪の方が多いわけであります。人口をフラットにしても大阪がダントツで多い、次いで北海道、兵庫県、東京、そして沖縄、私は何も今の安倍氏が、そして大阪の維新の政治を批判だけしたいわけではないんです。助かる命を救うことができなかった、こういったことが二度とあってはいけない。ですから今回のコロナ禍、まだまだ収束には程遠い、そういった状況ですが、今回のことをしっかりと教訓にしていかなければいけない、このように訴えているわけであります。そのためにも私たちの命と暮らしを守る、まずは命、医療や保健所もう一度立て直さなければいけません。医療機関は皆さん、医療従事者の数がどんどんこの大阪でも減らされているわけです。もう一度適正な数に増やさなければいけない。と同時に、普段のこの状態の時から、自治会を中心にした先生方と緊密に連携を取って、そして緊急時、また国内に対してはしっかりと連携を取っていく、そういった体制をもう一度作っていかなければいけない。また保健所、実は幸いなことにこの豊中市は中核市でしたが、自前の保健所があります。ですから市長の元臨機応変にこのコロナ禍においても対応することが確定できます。一方で大阪府下の他の市町村では、皆さんも聞いたことがありますように、電話がなかなか通じない、また感染者、皆さんにおきたりになっている、そういった状況がこの大阪でも続いてきたわけでございます。まずはこの医療、そして保健所を含めた、そういった体制をもう一度立て直す。私たちはもう7年も前から同じことを訴えているわけですが、コロナ禍が分かってから1年半以上経って、同じ対応でしかしていない、同じことの繰り返し、今になって
例えば野生病院、いわゆる野生病院といってますが、臨時の医療施設、去年でもできた臨時物理店ではもうすでに取り組んでますよね。ですからもう全てが午前5時に回っている。それは政府だけではなく大阪でも同様のことであります。ですからもう一度、特に私たちの命、そこを守る医療、保険、そういったところに関してはしっかりと考え直さなければいけない。一番大切なことは税金がバランスですから、公務員を削減、無駄を省いた方がいい、そういった誤ったメッセージではなく、私たちが払っている税金に対して十分な公共サービスを受けることができるか、そっちの方が問題なわけであります。ですから公の機関も含めてもう一度皆さんと共に知恵を出し合って考えていきたい、このように思っています。そして命の暮らしの部分ですが、暮らし生活についてはご用であったり就労であったり経済全体の問題です。私は普段この目長市内の駅と朝夕方と在宅活動をさせていただいてますが、コロナ禍前とコロナ禍後でも普段と変わらない通勤通学の風景、それは全く変わりないんですが、たまにその通勤の方、通学の方と話をします。実は給料が大幅に減っている、またちょっとしたら来月解雇、雇い止めされるかもしれない、また学生の皆さん、通学の皆さんからは就職に対して非常な不安を持っている、そういった皆さん、普段と変わらない光景にありながら、気持ちの中ではものすごい不安、そこと戦って変わらない通勤通学をしているわけでございます。私たちはそういったことにもしっかりと目を向けていかなければいけません。国内の経済はですね、皮肉なことにアメリカ、中国がいち早くコロナ禍から景気が回復しつつあるということで、それに引っ張られる形で国内の輸出、そして設備投資は少しながら増えている。しかし個人消費はまだまだ伸び悩む状態が続いています。日本の国の GDP、 いわゆる日本の全ての一定期間に新たに生み出された物やサービスの総体が約500兆円と言われています。その半分以上を占めるのが私たち一人一人が扱う個人消費なんです。この正直個人消費が伸びてこない限りは日本の経済は再生しない、私たちは考えています。ちなみにアメリカは2000兆円、中国が1400兆円、そして3番目の日本が500兆円なんですが、そのアメリカはですね、皆さんご記憶にあると思います。バイデンさんが就任してからその2000兆円の10分の1の200兆円の経済対策を打ち出しました。それによって空気が変わって、あ、景気が上がるんじゃないか、お金を使ってくれるんだな、そういったこともあり、アメリカの経済が上向いていったわけでございます。私たち立憲民主党もですね、後ほど福山幹事長から話があると、ありがとうございます、あると思いますが、まずは時限的にでも消費税を減税する、5% にする、そして思い切った補正予算を組んでいく、今30兆円規模で対応させていただいてますが、50兆円でもいいかもしれません。今、ありがとうございます。今、お金を使わずして、いつお金を使うか。また、先ほど話にございましたように、国会がもう3ヶ月も閉じている状態であります。これだけ国内に関しても、国会議員、与党は仕事をしていない、そんな状態が続いているわけです。そして、自民党の中の、国交の中の総裁選、選挙の、次の選挙に備えて、顔になるような人、自分たちに有利になるような人、
そういった人を選ぼうとしている。国民の方を向いた政治ではないわけです。自分たちのことばかり。本来、コロナ対策、国民の皆さんの命と暮らしを守る、国民の皆さんの方を向いて政治をしなければいけない、当たり前のことですが、それができていない、この古い体質の今の政治、それをこの新しい時代にふさわしい、令和のお政治に変えていかなければいけません。そして、新しい社会、コロナ後の新しい社会を皆さんと共に作っていきたい。残念ながら、少数野党ですから、なかなか数の力で叶いません。ですから、皆さんの力が必要なんです。どうか皆さん、もう一度私たちに力をお貸しいただき、そして共に新しい社会を作ってまいりましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ただいまの時代、この豊中総支部、立憲民主党、八区総支部長、松井博文でございました。今、枝野代表が写っているポスター、これは変えよう、この閉塞したコロナの状況の中で、この豊中から変えようという声をしっかりと上げていきたい、松井博文の訴えでございました。続きまして、立憲民主党幹事長、福山哲郎幹事長に松井博文応援の面をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。阪急都営駅ご通行中の皆さん、またお車でご通行中の皆さん、バス停の皆さん、買い物をされている皆さん、こんにちは。また本当に日曜日のお昼にこうやって松井博文頑張れとお集まりをいただいたり、足をお止めいただいている皆さん、本当にありがとうございます。私は立憲民主党幹事長の福山哲郎と申します。まずはこの場でこのような形でのマイクを持たせていただくことをお詫びと、そして皆様に心からお礼申し上げます。本当にありがとうございます。まずこの豊中は今日もお越しをいただいておりますが、中野寛政元衆議院議員の地元中の地元でございます。私も長年にわたって長野先生にご指導を仰ぎながらこの場所に来させていただければ、本当に今日は長野先生お越しをいただいておりまして、お顔を拝見できてとても嬉しく思っています。その長野寛政先生の、まあ、後をもったいないけれども引き継がせていただいて、この松井博文さんがこの豊中で今立憲民主党の旗を掲げて戦っていただいています。長野寛政先生がこの地域でずっと議席を守ったということは、豊中の皆さんには自民党に対するおかしいという気持ちを持っていただいたり、またそのことに対して頑張れと野党系の議員を応援していただく気持ちがたくさんあるのが、私はこの豊中の勝ちだというふうに思っております。そういう面で言えば、4年前から本当に頑張って松井博文さん、この豊中で活動を続けさせていただきました。真面目すぎるのがひょっとしたらたまに聞くかもしれませんが、松井博文と次の衆議院選挙に向けて、何といっても豊中の皆さん、それの皆さんにお力添えをいただきたい。まずは立憲民主党の幹事長福山哲郎から心からお願い申し上げる次第でございます。どうか松井博文さん、よろしくお願い申し上げます。さて、立憲民主党の幹事長って知らんぞと、お前なんか知らんぞ、それだから皆さん言われるかもしれませんが、最近はよくテレビ出ていますし、安倍さんや菅さんとやり合いをしていますので、そんなやつをしたなと思われるかもしれません。大阪の皆さんではひょっとしたら高人さんのそこまで行って委員会の方が有名かもしれません。私はしょっちゅう高人さんが行っておられるときに、そこまで行って委員会になさっていただいて鍛えていただきました。本当に高人さんが亡くなられたこと残念ですけれども、あの時の大阪だって東京を何するものと自民党がどうした、そんな思いの中でいっぱい番組が作られていました。今私豊中でさっき松井さんと一緒に車に乗らせていただいたんですけれども、本当に多くの皆さんが手を振ってくれました。
そして車の中もこれずっと前通っている車の中からドライバーの方とかが手を振っていただきました。すごく嬉しかったですが、大阪は維新が強くて立憲民主党なんか嫌われてるのかなと思ってたんですけど、本当に大阪の皆さん温かい、そのことだけでも私今日すごく嬉しく思っています。自民党は総裁選挙やっています。総裁選挙なんでやったか、1年経って菅内閣は選挙で全部ボロカスに負けたからです。横浜の市長選挙、4月の3つの補欠選挙、千葉の県知事選挙、全部自民党は負けました。自民党というのはしたたかな組織ですから、こんな負けなんじゃ自民党次あかん、それやったら組変えようか、そんなことで今総裁選挙をしています。それもこの緊急事態宣言のさなかに1ヶ月も政治空白を作って総裁選挙にかまけています。この2つは子どもたちの新学期が始まりました。子どもたちのワクチンどうするのか、子どもたちの新学期学校行って感染対策どうするのか、本当に多くの親御さんが心配でした。まるでほったらかし。我々は実は学校の先生に対してワクチンを優先的に接種をしていただこうとか、子どもたちに PCR 検査を2週間に一遍学校でやってもらおうとか、一人親世帯の場合に子どもたちが休みになった場合には働く場所がなくなる可能性があるので、そういう一人親世帯の子どもたちにはちゃんと給付金を出すべきだという制限を早々に9月の頭に出させていただきました。自民党はまるで総裁選挙一色でございます。先ほど松井さんも言われてましたけれども、河野さんはコロナ対策を批判する資格はありません。だって今閣僚でワクチン担当大臣なんだから。岸田さんはコロナ対策で何か言う資格ないんです。アベノミクスを批判をして新自由主義からの転換だと岸田さんは言われてるけど、あの人去年政調会長だった。なんでそんな無責任なことが言えるのか。自民党の総裁選挙を見て今私が感じていることは、みんなバラバラなんだなと思います。例えば敵基地攻撃、みんなバラバラでした。例えばエネルギー、みんなバラバラでした。例えばコロナ対策、これもみんなバラバラでした。バラバラじゃなかったのは1個だけ、消費税はこれ以上上げません、簡単に言うと下げませんと言っています。これだけ国民の生活が厳しい状況の中で、事業者の協力金がもらえるところともらえないところで差がつき、そして本当に厳しい人たちが多くなりました。非正規の方が職をなくすことも多くなりました。我々立憲民主党はおそらく今週枝野代表が経済政策発表することになると思いますが、まずは初めての閣議で補正予算を30兆組みます。そして必要な低所得の方に現金給付をする。事業者は事業規模と事業の業種を拡大をして、本当にこのコロナで厳しくなっている観光業等も含めて、ちゃんと持続化給付金を新しく制度を作ってやっていきたいと思います。そして中長期的には消費税を 5% に減額をして、国民全体にまずは元気を出してもらう。そして一生懸命働いてくれている年収1000万以下の方々、夫婦2人とも共働きで1000万弱の人もいれば、夫婦共働きで500万600万の方もいるかもしれない。こういったところに減税をすることによって、ちょっとでも子どもたちにおいしいものを食べさせよう、ちょっとでも何か本当にみんなで例えば旅行行くようにしよう、そういう皆さんの財布の紐が少しでも温かくなるようなことを我々やっていきたいと思います。そして低所得の皆さんには現金給付していく、消費税の減免、そして中間層の皆さんへの応援、そして低所得者の皆さんへの現金給付、これを組み合わせて我々は中長期的に日本の経済、国民の生活を守っていきたいと考えています。そんなことできるのか、財源あるのかと言われます。一体この1年で自民党はどんだけの国債を発行して財源を膨らましたんでしょうか、財政を膨らましたんでしょうか。
それなのに国民に行き渡っていないじゃないですか。同じ財政を膨らませるなら国民に行き渡るような形で国民の生活と命を守っていく。我々はそんなこともしたいと思います。このコロナ禍は残念ながら森友学園の新園地となりました。残念ながら財務省の方が亡くなられました。あの赤木ファイルまだ出てきていません。我々政権にとったらすぐに出したいと思います。ウィシュマさんのビデオも出てきません。これを出していきたいと思います。安倍政権、菅政権の9年間は嘘と改ざんの9年間です。まっとうな政治を作っていきたいと思います。枝野さんが4年前に立憲民主を作った時に本当に大阪の皆さんに応援をいただきました。嬉しかったです。我々救われました。全国の人、大阪の人に救われて、立憲民主党は何とか生き残りました。今は、衆議院が参議院を含めて150人の政党になりました。そして、全国の候補者が220を超える政党になりました。皆さんのおかげです。大阪維新が強いと言われていますが、衆議院議員の数は立憲民主党と維新は、実は10倍違います。我々10倍衆議院議員は維新さんより多いんです。野党第一党がしっかりして大阪の皆さんにも野党第一党の立憲民主党を応援をしていただくことによって日本の政治に緊張感と真っ当なことをしていく、国民の生活を守るための政治に変えていく力をいただきたいと思います。この豊中は残念ながら森友学園があったと先ほど申し上げました。そしてこの地域の自民党の議員はコロナの最中に銀座に飲みに行って離党しています。もういいんじゃないでしょうか。どうか豊中からこの国の政治まともにするための動きを松井博文さんと作っていただけませんでしょうか。中野寛水先生がコツコツこの地域で歩かれ、この地域で信頼をずっと積み上げられて民社党、民主党とお力をいただいてきた、そのお力を今度は立憲民主党の松井さんにいただけませんでしょうか。そのことを心からお願いをしたいと思います。どうかこの豊中は我々松井さんを絶対に勝たせなくていただきたいと思います。多くの皆さんのお力をいただいて立憲民主党、まあ自民党は今回はあかんわな、維新もそうは言ってもコロナひどかったよな、今度は立憲民主党に期待をしてやろう、そう大阪の皆さんに言っていただけるように我々も頑張りますので、松井博君も頑張りますので、どうかそのことをお願いさせていただいて、私立憲民主党幹事長福山哲郎からのお訴えとさせていただきたいと思います。多くの皆さんにお集まりいただき、足を止めていただき、心から御礼申し上げます。松井博文よろしくお願いします。ありがとうございました。立憲民主党幹事長福山哲郎さんより本当に松井頑張るとご挨拶をいただきました。昼下がりのこの延長、本当に大音量で、大変県民の皆さんには、失礼をいたしました。どうかあと40日、50日後には国政選挙、総選挙が予定をされる、そういう予定です。今回はやはりこの安倍政治、菅政治、そしてコロナの対策を問う総選挙、国政の場です。確かに大阪維新は強いですけれども、国政の場で今後の日本の進路を問うのはやはり野党第一党、立憲民主党、そうではないでしょうか。皆さんと共に残りの戦う日々、しっかりと訴えてまいりたいと思います。この先頭に立って松井博文頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして今日は豊中市議会議員、大石俊彦議員、そして大町裕二議員、応援に駆けつけていただきました。紹介が最後になりましたが、お伝えをさせていただきます。皆さん共に変えていきましょう。総選挙立憲民主党頑張ります。松井博文先頭に頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。